ちゃんな、うん、元気でね。愛してるぞ。愛してるぞ。お前俺愛してるか。愛してるぞ。俺お前愛してる。俺もお前愛してる。お前愛してるってことを俺は愛してる、うん。ここでバイバイ寂しいから駅まで行くけどな。うん、でもお前誰だ。彼女だよ。そうなんだ、うん。愛してる。愛してるぞ。じゃあバイバイ。34時間後な。バイバイ。感じで岐阜駅着きました。あそこにそびえ立つのは岐阜駅のシンボル、金の信長です。イエーイ、はい、もうすぐ実家着くんですけど、私実家で犬を6匹飼ってて、いつも帰るたびにお出迎えがすごいので、今日はそのお出迎えも撮りたいと思います。マジでみんなびっくりすると思う。じゃあ玄関開けます。ただいま。はい、いつも実家帰ってくるとこんな感じです。はい、今やっと落ち着いたんですけど、今日はお母さんが用事でいないので留守番のために一泊で実家に来ました。で、日帰りで月1では帰ってるんだけど、まあ、いつもは日帰りで泊まりじゃないので一泊っていうのはね、一泊はなかなか寂しいんですけど、明日まで我慢したいと思います。ミル君も多分寂しがってると思うので写真送ります。実家に帰ってきた時の恒例行事、ワンちゃんの散歩です。5匹連れて1匹は歩かないので抱っこしてます。お、歩いた。 YouTube の撮り方作ろうとしてくれてるわ。散歩が終了して家に着きました。あー、かわいい、あー、かわいい。これスクショしよう。今から夜ご飯食べるんですけど、寂しいのでミル君にビデオ通話します。突撃出るかな。もしもし。もしもし。寂しかった、出かけた。あ、俺も寂しかった。なんで、何その棒読み感。いや、本当に久々すぎてビデオ通話が緊張してる。何の音？うん、これ今営んでんねん。は？他の女と営んでんねん、画面下で。営むなよ。営んでたとしたら、なんかもうちょっと言い訳しろよ。今ご飯食べとるんやけどさ。で、お前誰だ？は？彼女だよ。うん、メン。My name is メン。え、隣にいる小動物は何？犬っていう動物知らん？アルテミス。犬なんや。アルテミスっていう名前。アルテミス。アルテミス。かわいい。遊戯王でいそうな名前や。セーラームーンの猫の名前。かわいい。嫉妬した？うん、してないけど、そのアルテミスを
カモフラージュに使って、実は画面外の男がいるんだろいねえよ、いねえだろ、いねえし、いたとしたらなんで私わざわざビデオツアー自分でかけとんの。だからそれもカモフラージュなんだ。ちげえよ。自分からすることによって不信感を和らげる。ちげえよ。で見て、めっちゃおしゃれなご飯食べとる。ハム？そう、生ハムと、あ、柿に生ハム巻いたやつと、あとはこれは焼き豚。そんなに食べるのあるけです。じゃ私の。あ、そうなの。私のご飯。美味しい。何食べていいの？うん。ありがとう。美味しい。ほっぺたが落ちる。そう。あ。死んだ。昨日朝までさ、うん、プロポーズ大作戦見てたじゃん。うん。余計寂しいよね。うん。わかる。しかもまだ11月だけどさ、うん、すぐ年末年始来てさ、また実家帰るんでしょ、うん、お見送りの時も言ったけど、もう正月のこと考えてさらに寂しいねさっき一人でテレビ見ながら、うん、めんちゃんの実家の近くに家あったらいいのになと思った引っ越すか、マジで。いやでも本当そう、実家に帰りたい気持ちもあるけど、定期的にお母さんとかにも会いたいし、ワンちゃんにも。離れる時間は極力短くして、ミル君といつも俺ら夜がさ、夜行性だからさ、夜が活動の時間帯じゃん、うん、で今日早めに寝て早く明日来ないかなみたいな感じだもん。あー、珍しく遠足前みたいな感じよね。あー、だってさっきからうちら LINE でさ、早く会いたいねしか言ってないもん早く明日にならんかなしか言ってないよね。そう、ご飯食べた？あ、カレー食べたか。食べたよ。めんちゃんが作ってくれたカレーを、めんちゃんの指示通りのレンジでの温める時間とか温め方とかやったらうまかった完璧やったやろ。完璧だった、うん、愛してる。あ、愛してる、うん、迎えに行くぞ。来いよ、今から来いよ。マジで裏企画で走ってこうかなって思ってた走ってきたら多分あの間に合わん。いや、チャリで、チャリで。あ、でもチャリやったらいけるかもしれない。ガチで考えてる。そう、企画で会いに行くっていう。これもよかったのに。でも編集やったしさ。ああ、確かに。お前は俺に会いたい、俺はお前に会いたい。お、お前は俺、俺はお前、二人で一つ。あ、それはそう、一つで二人。うん、愛してるぞ、愛してるぞ。で、撮影用の電話はあと何分続ける？撮影用の、確かに撮影用ではあるけど、別に撮影のためにかけたわけじゃないから、したくてかけた。他に何か言ってほしいことある？あ、もうちょっと好感度上がるようなこととか言っとかなくていい？好感度？うん。夢でも会いに行くよ。 I love pretty girl your friend ありがとう。切られるかと思って今一瞬不安になった切ろうかと思った。うん、ありがとう、バイバイって言って切ろうかと思った。バイバイ、バイバイ。まあ後でまたプライベートで電話したいと思います。ありがとう、ミル君。はい、今ご飯食べながらビデオ通話が終わって、でこの後も寝落ちビデオ通話する予定なんですけど、その前にまだお風呂入ってないのでお風呂入って、で寝落ちビデオ通話して寝たいと思います。じゃあお風呂入ってきます。はい、お風呂上がりました。もうあとはミル君とね、寝落ちビデオ通話をするだけなので、今日の感想を言うと、まあめちゃくちゃ久々の別居生活だったので、一泊とはいえめちゃくちゃ寂しいんだろうなって思ったんですけど、基本的に LINE をしてたりとかビデオ通話つなげたままなんか別々の作業をしたりとかしてたので、なんか同じ空間にいるみたいな感じで、思ったよりかは寂しくなかったです。忙しい中ビデオ通話とかしてくれたミル君は優しそうだと思います。ラブ。まあとはいえ早く会いたいのには変わりないので、寝落ちビデオ通話して明日を迎えて、で明日は感動の再会を果たしたいと思います。じゃあおやすみなさい。おはようございます、朝です。やっと今日はミル君に会える日なのでテンションが上がってます。イエーイ。今日の夜の7時か8時かぐらいにミル君に会えるので、あと12時間ぐらいあるんですけど、今日は特にやることもないので夜まで時間を待ちたいと思います。ミル君早く会いたいぞ。
じゃあ今日も一日頑張りましょう。はい、なんやかんやしてたら時間になったので、今からミルくんの元に帰りたいと思います。やっと会える。ミルくんに会ったらミルくんのことをベイマックスかヨギボーかのように抱きつきます。もうすぐ会えるね、ミルくん。愛してるよ。疲れ。帰り。疲れ。帰り。ありがとう。うわ、もお土産いっぱい入っとる。お母さんさ、見えてきたらさ、赤服とイセチャーダックワーズと、みかん大福と、コロッケと、その他もろもろめっちゃあるな。だから重いんだよ、こんな、じゃあもうめんちゃんのお母さんに、年賀状でそれを言っといた方がいいな、ありがとうございましたってな。今年の年賀状はそうしよう。ってことで、あそこの道曲がったら牛しよう、しよう。34時間分の牛脂を充電させてくれ。うん、家まで我慢できんな。うん、無理や。無理無理。愛してるぞ。愛してるぞ。疲れてるか凝ってるか、大丈夫だ。全身マッサージしたいけどね。うん、ありがとう。上から下まで、頭の先から指の先まで全身マッサージしたいけどね。ありがとう。楽しみ。楽しみ。顔が変態だ。